確かにこれでは船に手出しできない。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだな。消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに言え、戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。鍛えるとなれば私は望むところだ。よろしくおっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答える。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき
傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。覚悟。本気でやる。武装行動。だんだん俺の見聞者が近づいてきた。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところお前が勝てる道理はない。まさかここまで長引くとは。カマギル様、援護いたします。いらん、余計な手出しは不要だ。覇気は自身の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち、落ち。やってやったぜ。何がおかしいんだ、お前ら。おお、男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああそうだ、終わりか。ああ受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。よっ、フォース。したとは思わねえ。本当か、嬉しい。ありがとう。でも勝つ。無駄だ。落ち、無駄だ。リード、落ち着け。はっ、よっ、はっ。
そういうことだ。麦わらキングオブラージョン・ビリポッチ。うわいつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし、行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だな、サンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たち、ジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おい、サンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。